ポール・ロビン・クルーグマンは、アメリカの経済学者、コラムニスト、ニューヨーク市立大学大学院センター教授、2008年度、ノーベル経済学賞受賞。国際貿易理論に規模による収穫定増を持ち込み、産業発生の初期条件に差がない国同士で、比較優位が生じて、貿易が起きることを、モデル化。このモデルは、自動車産業など、同種の製品を作る産業が、 アメリカやヨーロッパ、日本にそれぞれ存在して、互いに輸出し合っている現実を反映する。続いて、国際貿易理論を国内の産業の分布に当てはめ、地域間の貿易をモデル化。ハリウッドやデトロイトなど、特定の産業が集約した都市が、初期の小さな揺らぎから都市として成長して、自己組織化する都市成長のモデルも作り上げた。また、 変動為わせ相場では、投機家の思惑が自己成就的な相場の変動を作り出し、変動為わせ相場が本質的に不安定であることを示した。ロシア系移民の子孫であり、ニューヨーク州のロングアイランドで育った。子供の時は、学校でオタクだといじめられたとされる。一度の離婚歴があり、プリンストン大学の同僚をロビン・ウェルスと再婚している。ロバート・ソローは、 マサチューセッツ工科大学院時代の恩師である。友人に経済学者のクリスティーナ・ローマー、ジーン・グロスマン、歴史学者のショーン・ウィレンツなどがいる。時の権力者や経済学の先人たちそして通説をバッサリ切り捨てる、容赦ない批判姿勢は、激しい反発や非難を受けることが常だったとされる。自身について、外交、貿易交渉については、専門ではないとしており、 特に政治的な側面は分かっているつもりはないと述べている。ニューヨーク市立大学での年俸はアメリカドル22万5000ドルとされている。ニューヨークタイムズ紙のサイト上に持つブログザ・コンシエンス・オブ・エイ・リベラルではリベラル派の立場から保守派に論争を仕掛けエコノミストのブログ空間上で常に議論を巻き起こし続けている。ニューヨークタイムズに寄稿するコラムがマーケットを動かすと 言われるほどの影響力を持つ。専門の国際経済学の分野以外でも積極的に発言しており、繁盛寺 W ブッシュの騎士としても知られる。経済学者の宿、サコトクオは2008年にノーベル経済学賞を受賞したクルーグマンは、ある意味、政治的だった。当時は、アメリカ大統領選直前で、欧州の知識人は、ブッシュ政権にうんざりしていたため、 ブッシュを激しく批判していたクルーグマンを持ち上げるような意味合いがあったのではないかと述べている。また、ブッシュ政権だけでなく、バラク・オバマ政権にも批判的である。2008年アメリカ合衆国大統領、民主党予備選挙のキャンペーンで、ヒラリー・クリントン候補のメディケア政策を擁護した。この結果、メディケアに対して、オバマ陣営が当初表明していた。 共和党寄りの方針を撤回させ、民主党の本流の政策に転換させることに成功している。ただし、この論争がしこりとなりクルーグマンは民主党の要職から外れることになった。SF ファンとしても知られ、アイザック・アシモフの銀河帝国の攻防に登場する心理歴史学者ハリセルダンに憧れたことが経済学の道に進む動機になったと語っている。 1978年に厚生景観貿易の理論をパロディ論文として表したり、イグノーベル賞の講演で地球全体の輸出入総計の不均衡の原因を宇宙人に求めるおふざけ講演などを行っている。大京工事のニューディール政策を進歩している。2012年現在続いているアメリカと欧州連合の金融危機の終わりは遠い年。 ドイツ主導の禁縮政策が1930年代のような経済強行をもたらす恐れがあるとの見方を示している。クルーグマンは2010年当時、禁縮策はひどい考えであると述べていたが、2014年11月4日に IMF の内部観察を行う独立評価機関報告書で IMF が2008年の金融危機後に主要先進国に禁縮策、 予算削減を求めたことは誤りだったとの判断を示したため、クルーグマンなど IMF に批判的だった指揮者の見解の信頼性を高めることにつながった。アメリカ、編集クルーグマンは、グラムリー・チブライリー法の発起人であるフィルグラム上院議員を金融危機の父と呼んでいる。サブプライム住宅ローン危機が起きる前、クルーグマンは FRB が行っている継続的な利上げが アメリカの住宅バブルを崩壊させる可能性があると指摘していた。2008年10月6日、クルーグマンはアメリカは流動性の罠の領域にあると指摘し、伝統的な金融政策にはもう用事がなく、玉は尽きてしまったは日本になってしまったと述べた。リーマンショック後、政府が適切な雇用喪失政策が実現可能でなかったことについて多くの経済学者は 雇用危機解決の道筋を示す代わりに、インフレと負債への恐怖を極端に煽り、自らが問題の一部となってしまったと述べている。著書、エンドディス・デプレッション・ナウでは、アメリカでの失業率が高止まりした状況に、有効な手を打てずにいる、アメリカ政府、FRB を批判している。欧州、編集2014年5月27日、ポール・クルーグマンは、 ポルトガルシントラで開催された ECB フォーラムでユーロ圏が日本型のデフレーションに陥る恐れがあると言明しインフレ率が過度に低いとの理由で経済が持続的に低迷している状況を生還し1933年のようなデフレスパイラルに陥りそうになった段階で対処しようとしても阻止することはできないと指摘している。クルーグマンは欧州中央銀行と他の中央銀行は 1990年代以降据え置いているインフレ目標の水準を引き上げる必要があるとの考えを示した。2013年の段階で米国大統領バラック・オバマによる最低賃金を時給9ドルに引き上げる政策を歓迎している。低所得者のインフレを加味した実質給与水準が上昇し、とりわけ勤労労働者の待遇が改善されるためであるとしている。 また、最低賃金の上昇で、勤労所得税額控除の使用者への利益が、低所得者より多く配分されるようになるとしている。クルーグマンは、以下のような観点から艦隊併用、戦略的経済連携協定への批判を展開する。ポール・ボルカー・ボルカールールも、参照流動性の罠、編集1980年代のバブル不況後の、日本の経済を、 ニューケインジアン的なモデルを使って、モデル化し、流動性の罠に落ちていることを指摘した。日本銀行が、多額の日本国債を引き受けることに関連する、インフレーションについては、人々の消費がその経済の生産能力を超える、状態の時に限り、紙幣増刷由来のインフレが発生すると述べる。というのも流動性の罠に陥っている状況では、いず LM 分析で、 LM 曲線がフラットになっているために、マネタリーベースの増加が、金利上昇を喚起しないからである。流動性の罠は、発生原理の説明がないことを、リチャード・ベルナーから批判されている。長期停滞、デフレ脱却のための提言。編集2000年6月、日本銀行執行部は、ゼロ金利政策の解除へ傾いていたのに対し、クルーグマンなどの学会は、ゼロ金利政策を超えた。 金融緩和政策に踏み切るべしと主張し、両者は激しく対立していた。日銀はクルーグマンの分析を熱心に取り入れていたとされる。クルーグマンは1990年代、2000年代の日本銀行の政策判断について間違いだったと指摘している。流動性の罠に陥った状況下で信頼できるインフレ期待をどのように作るのかと尋ねられた際、 クルーグマンは金融政策でできることは何もないと情報していた。そしてこの場合一時的な財政政策が効果的だと述べていた。クルーグマンは日本が高水準の財政支出を長期間続けることは可能ではない。GDP 比で10%を超える財政赤字はしばらく続けられるがいつまでもできるかというと別の問題である。政府債務の水準は 非常に高く、急速に拡大していくので遅かれ早かれ問題のある状態に陥ってしまう。財政政策が答えでないのであれば何があるのか。そこに金融政策という答えがあると指摘している。クルーグマンは日本が長期不況から抜け出すための回答自体は極めて簡単であり、お金を大量にすることで需要を喚起し、インフレ期待を作成することが経済を拡大する。 唯一の方法であると述べている。クルーグマンは、現時点で、金融緩和の余地がなくても、将来の時点では金融緩和の余地があるため、それに、コミットすることで、流動性の罠から脱出できるとしており、将来の金融緩和の具体案として、インフレターゲットを提示した。クルーグマンのインフレターゲット政策の革新は、市場参加者の期待形成に影響を与えることにある。 クルーグマンの提案は実質金利の低下によって経済の不安定性を解消させるというものである。クルーグマンは著書危機突破の経済学で日本の場合大型の財政政策は難しく金融政策としてのインフレターゲットを導入するべきであると指摘していた。流動性の罠合理的期待形成学派の対策もう参照日本への謝罪。 編集でフレ不況に対する日本政府や日本銀行の対応の遅さを繰り返し批判してきたが2007年以降の金融危機にはかつて自分の主張を受け入れなかった日本の政策当局と同じことしかできないアメリカ当局を目の当たりにして同じような状況に直面し我々も同じことをしている日本人に謝らなければならないと自虐的に嘆いてみせたクルーグマンは アメリカも日本以上にひどい対応をしている。アメリカは財政を緊縮させ、不適切な金融政策をとってきた歴代の日銀総裁にもお詫びしなければならない。しかし、決して彼らが正しかったからではない。間違いだった。正しい政策判断をすることがいかに難しいか、今なら理解できるという意味でお詫びしたいと述べている。2014年10月31日。 クルーグマンはニューヨークタイムズに日本への謝罪と題するコラムを寄稿し、欧米の政策に関して2008年以降は日本が霞むほどの失敗だった。我々は日本に謝らなければならないと述べた。クルーグマンは日本の失われた20年は反面教師として先進国経済が進むべきではない道を示してきたと述べ、自身の批判そのものは間違ってはいなかったが、 認識が甘かったとしている。クルーグマンは、欧米のことを棚上げして、日本を批判したことに対する謝罪である。欧米が、日本の失策から学ばずに、日本よりひどい失策をしたことに対する反省と、皮肉であると述べている。クルーグマンは、欧米が、日本の教訓を生かせなかった理由について、我々の社会に救う根深い格差のためだと述べている。アベノミクス、編集。 安倍晋三首相が取り組んでいる経済政策、アベノミクスについて素晴らしい結果を伴っていると評価しており、プリンストン大学の経済学者たちが十数年前に書いていた論文に内容がそっくりだと述べている。クルーグマンは日銀が方針を転換し、2%の物価目標を掲げ、その効果を持続させるために政府が短期間、財政出動をし景気を刺激する。 医師が処方した通りのことを実行していると述べているが、後に日銀の金融政策は失敗するかもしれない。金融政策ではほとんど効果が認められないと、アベノミクスの効果に否定的な見解を示している。消費税増税第2次、安倍内閣での大胆な金融政策、量的緩和によって、この提言がマクロ経済政策に反映される形となった。しかしながら、 長期にわたるデフレのために依然として実質金利が高止まりしており日本経済がデフレを出し健全な経済成長をするまでは消費税の増税をするべきではないとの認識をクルーグマンは示しているもし脆弱な景気回復の中で消費増税を行えば一時期の回復が自滅的な結果に終わってしまう可能性があることが懸念されるとしている財政規律の名のもとに 回復基調の経済を危険にさらすことは愚かなことだとクルーグマンは論じる。またクルーグマンは消費増税した日本がうまくいけば世界各国のロールモデルになることは間違いない。積極的な対策を取れば必ずデフレから脱却できるという強いメッセージになる。世界の多くの国が固唾を飲んでその行方を見守っている。今、世界経済を救うために 日本が必要とされていると指摘している。安倍晋三について、一方で、安倍晋三については、ザ・ニューヨークタイムズ市場の著名なコラムにおいて辛辣な表現をしたことがあり、彼はナショナリストであり、第二次世界大戦時の虐殺否定論者であり、経済政策に対してはほとんど関心がない。彼が挑戦しているとすれば、それはおそらく教えられた見識に対して、 とりあえず反対しておこうとすることであって、異端とされてきた理論を考慮しようというためではないだろうと述べている。人口、編集日本の低成長について、日本には大きな長期的問題があり、基本的には日本人の不足が問題だ。日本の人口動態はひどい。労働年齢人口一人あたりの成長はさほど悪くないと指摘している。人民元。 編集人民元の為替レートが人為的に低水準に保持されていることに言及し、ドルが下落するにもかかわらず、一貫して人民元のタイドルレートを固定させる政策は世界経済に大きな害を与えていると述べている。バブル懸念編集中国経済は2014年現在の中国の経済は投資バブル状況にあり、金融危機が生じる可能性が高く、 バブル崩壊がすれば中国経済は日本で起きたことよりもひどい惨状になるとしている。中国経済が悪化すれば世界経済に計り知れない打撃を与えることになり、特に欧州は中国の最大取引先でもあるため影響は甚大であるとしている。クルーグマンの現代の経済学は市場は失敗しないという前提で景気変動は 中央銀行の金融政策だけで制御できると考えていたがそれは間違いだった。財政出動で政府が介入しなければならないという指摘に対し経済学者のジョン・コクランは財政出動で金融危機は解決できると示されたわけではない。クルーグマンの議論は財政出動に国民の支持を取り付けたいという政治的動機によるものであり、 経済学者への不当な抽象であると反論している。コクランは財政出動を疑問視する現代の経済学、経済学者の権威を傷つけ、彼らは信用できないという印象を国民に植え付けようとしていると述べている。経済学者のダニエル・クラインは、彼は辛口になる一方で、多くの発言は間違いで軽率であると批判している。ニューヨーク・タイムズのダニエル・オクレントは、クルーグマンは、 数字を偽り、都合のいい、それに対しクルーグマンは、敵視する保守派の批判に遅れんとは屈服したのだと反論している。実際に、専門外のテーマでは時折事実誤認もあったとされる。経済学者の小林圭一郎は、自分の指導教官であるロバート・ルーカスを批判するクルーグマンを、クルーグマンは、マクロ経済学の業績は少なく、 万人が認めるマクロ経済学の専門家とは言えない。クルーグマンが現代マクロ経済学を批判するのは現代マクロに対する無理解が原因の一端なのかもしれないと述べている。2008年12月7日、スウェーデン王立科学アカデミーにて、ありがとうございます。